はいそれでは本日は一級建築施工管理技地平成27年問26番施工・鉄筋工事について解説していきたいと思います異形鉄筋の継手及び定着に関する技術として最も適度なものはどれかただし D は異形鉄筋の呼び名の数値とする1針の主筋を重ねすぎてとする場合え水平重ね上下重ねいずれでもよいえこちらの問題は正解ですこの、えー、上の,、えー上のですね、鉄筋と下の鉄筋をこう重ねる場合ですね この重ねる場合は上下でもいいのか水平でもいいのかどちらでどちらがいいのかというのが言っています。まあ、結論から言うとどっちでも OK ということですね。なのでこの上についでも、まあ、水平についでもどちらでも大丈夫なのでこの1番に関しては正解です。そして2番。一般界における四方固定スラブの下馬金の直線定着長さは 10D 以上かつ150ミリ以上とするえ。この問題も正解となります。ちょっとこの問題は難しい。ちょっと、えー、ややこしいんですけども。 まずですね、定着というのは何かというと、このようにコンクリートの中に飲み込んでいる、コンクリートの中に鉄筋が飲み込まれている部分、ここを定着と言います。で、こう、鉄筋が飛び出ているということですね。この部分が定着という流れになります。で、今回の問題なんですけども、まず四方固定スラブの下脇筋。まずこの四方固定スラブ。まあ、四方固定スラブというのは、こう、スラブがありますよね。で、これ、えー、緑色針です。針がいて、まあ、柱がいると。まあ、ザクッと書い,てある書いてあるんですけども、この、 四方がまあ針や柱で固定されている四方固定スラブのことですね。四方固定スラブの下馬筋の直線、えー、定着長さですね。これはどこから持ってくるかというと、まず、ここをザクッと、えー、縦に切ります、えー。これはもう水平上から見た図面なんですけども、これを縦ザクッと切って、もう縦の図面から見ると、ここが柱で針、そして、えー、鉄筋、えー、ここが四方固定のスラブになります。でこの四方固定スラブにも、まあ、えー 廻筋されているんですけども、ここの下バ筋のことを言っております。ここの下バ筋ですね。ここの下バ筋の直線の長さは 10D 以上かつ150ミリ以上とするということなので、これをさらに細かくします。で、えー、これがこれをさらに細かくしたものなんですけども、この定着最初に戻ってここの定着なんですけども、こう鉄筋がぶわっと伸びてきていて四方固定スラブのこう針の中にま食い込んでいくという流れなんですけども、その中の、えー、定着です。 10D か,10 10かつ150ミ、mm、リ以上もしくは投資金とするというのが、まあ、建築の、えー、定めになっておりますので、ここですね、ここの部分、ここと一緒ですね。この定着部分が 10D 以上で、まあ、150ミ、mm、リ以上のものであれば OK ということですね。なので、ここまでちょっと想像していかなければならないので、ちょっとめんどくさいんですけども、まあ、結果何を言っているのかというと、まあ、このスラブ、四方固定スラブのここの部分ですね、針に差し掛かるこの部分のことを言っております。これが えー、10D 以上かつ150ミ、mm、リ以上であれば OK なのでこの2番に関しては正解となりますそして3番針の主筋を重ね継ぎ手とする場合隣り合う鉄筋の継手中心位置は重ね継ぎ手の、えー、重ね継ぎ手長さの1.0倍ずらす、えー、この問題は間違っていますまずですねこの重ね継ぎ手というのはこの鉄筋を上と下こうくっつけるところで,ですねこう重ね継ぎ手が、まあ、これが、えー、上馬筋と下馬筋とします上馬筋下馬筋上馬筋下馬筋としますで、えー、この 重ねすぎてがこここんだけが重ねられているとでこっちもこんだけ重ねられているとでこことここの合計したものがちょうどさらに重なっているのがこの 0.5l えー、0.5まあメートルまあ0.5度覚えてもらえればいいですまあ0.5なんですけどもこれが1.0の場合え全く一緒そしてまああ1.01.5の場合こうだいぶ離れている場合この三パターンのバージョンに分かれると分かれるという流れになりますでこの1.0 L の場合はでですすよとということですね、まあ、なぜかというと、こう上から荷重がぐわっグワッとかかったときに、ここだと同じ位置にあるので、ここからひび割れが、えー、ガリガリガリと入ってしまいます。ただ、この、えー、重ね継ぎ手が0.5の場合であったり、1.5、えー、の場合だと、えー、こことここが、えー、異なる位置にあるので、まあ、ここよりかは1.0よりかはひび割れが入りにくいというのが、この1.5と0.5の流れになります。 なので、この柱の主筋を重ね継ぎ手とする場合に関しては、まあ、重ね継ぎ手の長さは1.0ではなくて0.5もしくは1.5をずらすことが正解になりますので、この3番に関しては間違っています。そして4番。えー、中等及び中脚のスパイラル筋の末端の定着は1.5巻以上の添え巻きとする、えー。この問題は正解となります。まあ、ちょっとすみません、雑になったんですけども、この柱ですね、こ柱をぐわーっと巻いていくときに最後ですね、最後もしくは一番最初。 ここの部分はこうグイッと巻いて一緒に重ねて添え巻き1.5巻き以上添え巻きをするということですね。なのでこう巻いてきて最後添えると。こっちも下一番最初添える。というのが1.5巻き以上の添え巻きが必要となるというのが決まっているのでこの1.5巻き以上添え巻きするというのは合っていますのでこの4番に関しては正解となります。以上のことから今回は3番が間違っているので3番が答えとなります。